私が辛抱したおかげや。何もほんま。お金なんか残さんけどね、もうほんまにな、ありがとうって涙が出る。いつかは言い返す時があると思ってね、ほら、私もつらかったよ。父はもう仕事と厳格な人ですので、厳しい方ですのでね、うん、厳しいので、母がそれを抑えて子供たちを育ててたような感じなのでね、母に多分軍配が上がるというか。人生の最終章に入ったと思うんですけれども、そこでこのような光栄なご褒美いただいて、もうこれからますます長生き、精神的に安らかに長生きしてほしいなと思うんですが。